んだよ。こんなの知らんぞ。なんか入ってんのか。100年ぶりの人間は随分やかましいな。でも、まあいいか。この槍を抜けるのは人間だけだからな。槍？ひょっとして、親父の言ってた槍って、これのことかよ。しかし驚いた。本当に化け物がいるなんて。どうした？化け物が珍しいのか。ならばついでに自由になった化け物を見せてやる。この槍を抜きな、小僧。500年の間、わしは忌々しい槍でここに貼り付けられてきた。どんなにもがいてもこの槍は抜けぬ。この獣の槍がよ。獣の槍？知らんのか。人の魂を食いながら蛇を裂き鬼を突くこのクソったれな槍を。まあいいから早くこれを抜け。それを俺が抜いたらお前はどうするんだ。知れたことよ。まずは己を喰らって、昔のようにこの辺の人間どもを地獄へ引きずり込んでくれるわ。お前何をする。何をするんだ。そんなこと言われて銃にするかボケなぜ。くっそー、食ってやる。うぬはわしが絶対に食ってやるからな。覚えておれ。そうかいそうかい。そいつは次に来たやつに言ってやれよ。待て待て。なんだ。わしもちょっと言い過ぎたんよ。なんせ500年ぶりの好機だったんでね。そうだ、こうしよう。この槍を抜いてくれたら何でも言うことを聞いてやる。わしも人間に恐れられた化け物よ。約束は守る。それで自由になったらどうするんだよ。そりゃまずお前を食って。おい、人の命が食い物にしか見えない妖怪を誰が野放しにするか。じゃあまあそういうことで。おい、命動けるってことがどうした。分かった分かった、食わないって。お前は動けるままだ。でも他の人間の命はお前に関係ないだろう。どうだっていいだろう。そうだ、何でもしてやるぞ。気に入らないやつでも何でも殺してやるから。一生そこで貼り付けになってろ。